どうも皆さんこんにちは、まりもでーす。今日はカレー作ります。カレーが一番うまいんだからこの世で。今日はちょっと早く帰ってきたので2人分作って、翌朝も翌日もカレー、3日目のカレーが一番うまいということで、米から炊く。我が家はですね、お米入れるやつ買ってないので、これおすすめだよ。100均の米入れるやつ。なんかここで、ロックになると空気が入らないみたいな感じ。密封してくれるんですね。こんなん適当だから、ちょっと多め。最近16穀米とか作ってるんだけど、カレーは白米でしょう。 Today は白米。ほんでこれ100均ね、100均でこれで、はい、これで空気が抜けたので、ここをねロックにすんの。ロックに、ロック。あ、めっちゃもう密封されてる。でこれで下にしまう。最近自分の動画見てて思ったんだけど、何も喋ってない時の口角がなんかでこう下がっちゃうから、上げる練習。もうすっぴんで動画撮るようになっちゃったら終わりだね。パフェットな。ちなみにこのエプロンは旦那っちが気合で買ったやつ。料理を作るという気合を入れるために、どこで買ったんだっけな、スタンダードプロダクツ、プロダクツで買ったやつ。やっぱエプロンするだけでさ気合入るらしい。これをイン。いってらっしゃい。今日は買い物行かなかったんで、いつも鶏肉を大量に買ってるんですよ、冷凍の鶏肉。だから牛がないので、今日は鶏肉でカレー作るから、とりあえずそれ鶏肉を解凍する。はい、画角変わりました。画角が変わっても顔真っ白。お野菜たちを切る、切るに切って切りまくる。これでっかいザル。何日か前もカレー作ったから余ってる人参全部使う。あー、じゃがいもこれしかない、残念。その代わりに、あー、玉ねぎもこれしかない。もう全然ないじゃん。このエリンギ、超でかいエリンギ、これいっぱい残ってるからこれ入れよう。はい、よし。えい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 、ザルに入れろ。えい、あ、鶏肉が解凍できたんちゃう。買ったそうなところ結構あるね。ほい、次人参。人参はこんなでっかいのが2つある。でも人参ってカレーでしか食べないからな私。こういう時にいっぱい摂取しとこう。切って、切る。はい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 。この電子レンジさ、開かないと怒るんだよね。もう一回いってらっしゃい。で、こいつをピーラーで剥きます。シュッシュッシュッ。ピーラー結構楽しいよね。でもなんか一回これで手の皮切った気がして怖いね、ちょっと。はいはい、怖っ。調子乗ってると指切ります。ピーラーは調子を乗ってると指切ります。野菜の切り方に正解はありません。好きなように切ってください。うん、どうしようかな。適当にこうやってやって、なんか人参ってあんまさすぐ火通んないからさ、細かく入れちゃおう。太っ。形も何でもいいです。丸でもいいし、いちょう切りでも何でも OK っていうことにしています。はい、ぽい。シャッカーシャッカー、はい、シャッカーシャッカー、はい、これで人参 OK。 じゃがいもがこれしかない。なんかね、新じゃがでね、真っ黒、すんごい土、ほら手にもうこんなに土ついちゃうぐらい。私あんまりじゃがいもの皮は剥きたくない派なんですけど、さすがにこれは洗って剥く。またピーピー言うてますわ。この夕方の時間帯にさ、ご飯作ってるとさ、主婦って感じだね。
私すごいさ、いろんな人にさ、マリモって料理作ってんのってさ、すごいなんかキレ気味に言われるんだけど、料理は作るけど大雑把なやつしか作れません、私は。で、このジャガイモピーラーで剥くんかいって思ったよね。あ、良さそう。こうジャガイモをさ、ちゃんと包丁で皮剥こうって思った時期もありましたが、頑張れば時間かけたらできるんだけど、そんな時間かけてらんないよね。だって早く食べたいんだもん。この剥き方大丈夫かな、私。炎上しないかな。炎上するほど見られてないか。適当です。ボーン、1、2、ボーン。目があるね、さすがにこの目は。カレーにエリンギって美味しいかな。カレー何でも合うもんね。私のたちの地域で売ってるこのブロッドカットエリンギ、これ大好き。はい、で、静かだね。この中に全部入れちゃうんだから。あ、疲れてきたな。疲れた。で、次は何をするかと言いますと、もう包丁は作りません。このゴミたちもここに入れる。今度は鶏肉を切るときは、私はハサミを使います。じゃあ鶏肉をチョッキン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 していきます。これも適当。チュ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 、わお、いっぱい。今日は鶏肉2枚解凍したから、すごく食べ応えのあるカレーができるんではないでしょうか。塩コショウだけ振ったらいいんじゃない。はい、はい、オッケー。たらーん、給食やん、これもう給食サイズじゃん。めっちゃ入るよ、これ。これでカレーを作っていきたいと思います。そしたら鍋が温まったので、ここにオリーブオイルをぶち込んでいきます。で、カレーをの具材を炒めていくんですけど、あやの大好きなこれ、違います、無印のシリコンのやつ。ここがシリコンになってるから、あのね、隅々までこうベロンベロンって炒めることができます。これね、おととめ。じゃあお肉炒めていくよ。ここさ、遠くない？あ、いいですね。鶏肉がもう、うまそう。私身長低いんですけど、この鍋がさ、でかいじゃん。なんか、かまじいみたいになるんだよね、こうやって。まだかな。はい、ちょっと良さそうなので、ここに野菜を全部ぶち込みます。一気に。このね、野菜たちを。わー！すごーい！絶対うまいじゃん、こんなのもう。すでに。あ、いいやん、ええやん。映りたいときこうやってやればいいよね。で、こうやって、あれ、火消えた？で、こうやって炒める。あ、なんかキノコもいい感じじゃない？疲れたな。一旦放置。なんかさ、すごい画角。よく料理でさ、酒ってあんじゃん。なんか醤油、みりん、酒みたいな。あれ何？酒ってなんで入れんの？ってずーっと思ってて、まあ、なんかコクとか、まあ、肉で言うと臭みが消えるらしい。だからなんか入れてみてるから、入れてみよう。ちゃんとあります、お家に酒。これを回し入れちゃう。意味があるのかは、まあ、あるでしょう、あるでしょう、ということで。もう食べたい。あ、なんかもうカレーの匂いすんだけど。それは嘘か。てか、なんか
あのエリンギがジャガイモみたい。このね、玉ねぎがさ溶けてくれてさ甘くなるじゃん。それが大好き。玉ねぎもう一個欲しかったな。どんだけ炒めりゃいいのよこれ。もう水入れていいかな。ちょっと今日はいっぱい作りたいから水たくさん入れる気持ち。もうこんなんうまいに決まってるやんけ。もうちょっと強くして炒めてから入れようかな。もういいか。水入れます。目分量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 。ちょっとね、具と水の配分おかしいけど、ちょっと今日はルーがいっぱいあるからちょっと水多めででいってみよう。わーすごーい、豚汁みたい。よし、じゃあちょっとこのまま放置して沸騰させてアクを取るので今しばらくお待ちください。うまっ。何これ、うまっ。初めて見た。ハッピーターンのハッピースパイスだって。あ、これなんでこんな家にあんの。うまっ。大人がハマるパウダーって書いてある。まだかなこれ。はい、じゃあ沸騰したので開けます。おー、うちはね、アク取り欲しい。アク取り、ここでアクを取ります。ちょっと火弱め。なんかあるじゃん。置くだけでさ、シート置くだけでアク取ってくれるやつ。あれ実家にあったんだけど、あれ欲しい。そうだ、買うの忘れてた。いい感じになったので、ここでルーを入れます。我が家はですね、一旦火止めます。バーモントカレーが大好きで、この前1個使っちゃったから、この半分。いつも私はバーモント派で中辛なんだけど、なんか旦那っちが辛口がいいって言うからしょうがなく辛口を買いました。これ1個じゃ多分足りないから、いつしか買ったこの溶け込むカレー、多分なんでこれ買ったんだろうって思ったんだけど、うん、その時スーパーで安かったからこれ買ったんだと思うので、溶け込むカレーとバーモントをミックスします。うち実家にいた時お母さんが、まあ、バーモントは一緒なんだけど、バーモントの中辛と辛口を一緒に入れてて美味しかったんだよね。まずバーモントから入れてみましょう。ルーを入れる時は火を止めるそうです。えい、ちょっとずつ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 。私何杯入れたっけ、水どんぐらい入れたっけ。500を4回ぐらいだ。500を4回ぐらい出てるね。私溶け込むカレーを入れましょう。うわ、水多すぎた。大丈夫だよね。すごい色、全然違うバーモントと。うわー、美味しそう。美味しそうですけど、カレーみんな好きよね。よし、ラストも入れちゃおう。すごい、これで今日と明日はカレーで持つわ。OK。 これでじっくりコトコト、まさにじっくりコトコトかき混ぜてかき混ぜて。ちなみに火はまだ入れてないです。私カレーはね、ドロドロがいい好きなんですよ。なんかココイチのカレーなんかサラサラらしいじゃん。あれダメなんだよね。でもなんかすんげーサラサラしてない。これで火入れながらコトコトしてたら多分ドロドロになるよね。あ、ご飯が炊けました。これどんぐらい煮込むんだろう。約5分間もっとだろう。こっちは約10分。ほらね、とろみがつくまでって言ってるから絶対こっちだよ。5分なわけないじゃない。これサラサラのカレーだったらやだな。約10分ですって。なのでこの前ちょっとかき混ぜていきまーす。はい、で今5分ぐらい混ぜ混ぜしてたら結構とろみついて、めっちゃ色もねすごい濃くなって超うまそう。ここに秘密兵器、
ということで隠し味的な、隠れてもないんですけど、この蜂蜜ね、蜂蜜入れるといいってなんか誰かが言ってたよね。ぎょーん、はぁ、美味しそうな蜂蜜。かき混ぜます。あ、匂いうまそう。多分さ、バーモントも辛口でさ、あの溶け込むも辛口、口中辛かだったから結構ピリついてんじゃない、これ色濃っ。あと4分にコトコトしまーす。はい、じゃあ、あと10分経ったのでちょっとこっちにご飯よそってカレーもよそっていきたいと思います。熱い、どうやって持つ、こうやって持つか、熱い、あちちちちちちち、熱いです、どうしよう、これ使います。これで、あ、てかね、超うまそう、天才かも。まあ、ちょっとまだサラサラではありますが、ちょっとじゃがいも少なめ、こんな感じで、ちょっとサラサラだな、まだ、まあいいか、よし、試食してみましょう。この作ったカレーを試食してみます。はい、いただきます。もううまい、ピリ辛でうまい、あーふうふうね、ここちょっと味薄いわ。まあいいか。ちょっと水が多かったかな。ちょっと水多かったですね。すいません。人参火通ってるかな。あか。うん。あこ。けど超ホクホクで美味しいです。って感じで、明日にはトロトロになってることでしょうという願いを込めて。私のカレーはこんな感じです。最後まで見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。これから美味しくゆっくり食べます。